さんがでっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。それでは今回も元気にロマサガ RS やっていこうじょのいこ。ということで今回やっていきますのはこちら。追憶の幻灯城、クジンシーのコンボレベル20でございます。それでは私の攻略パーティーのご紹介といきましょい。はい、こんな感じのパーティーです。陣形はアマゾンストライク界、配置はこんな感じです。キリンさんが好きです。でもゾウさんの方がもっと好きです。一番にゾウさん、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 77% となっております。大進撃を継承、スタン付与役として採用です。2番にジニー、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 102% となっております。山割りランダを継承、アタッカーとして採用しております。3番に支流、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 96% となっております。ブローヒールを継承、アタッカーとして採用。回復しながら火力を出していくのが、お仕事です。4番に詩人、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 93% となっております。ヒーラーとして採用しております。5番に雪だるま、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 78% となっております。生命の水を継承しております。ヒーラー兼アタッカーとして採用しております。防具は全員、引退性を上げるようにしております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。とりあえずボーナスターンまでは BP を貯めながら殴ります。ちなみに支流は殴りつけを使えばいいんですが、久しぶりに使うんですっかり忘れておりました。いきなり詩人がピンチです。雪だるまで回復させておきます。他の方々は BP ためおば。あ、回復いらなかった系なやつですかね。霊気のダメージを霊にできる雪だるまマジ優秀。他の方々は偉いダメージ食らってますが。そしてボーナスターンに突入。オラのゾウさんが大進撃いたします。ジニーは山割りランダでダメージ稼ぎ、支流はブローヒールで回復、詩人は富士を都市鉢でバフってみます。雪だるまはジニーを回復しときます。さてさて、次のボーナスターンに向けて、BP ためですな。でも BP に余裕がありそうなのでゾウさんは、回し打ちプラス、ジニーは通常攻撃、支流は無限地獄、詩人はゾウさんを回復、雪だるまはブローヒールです。回復させた後にゾウさんが、連続で被弾、また回復させないといかんみたいですな。ゾウさんは続けて回し打ちプラス、ジニーはワラスボで攻撃、支流はブローヒール、詩人はゾウさんを回復、雪だるまはジニーを回復しておきます。あ、またまた回復いらなかった系なやつですかね。相変わらず霊気のダメージが、
痛いですなぁ。そして詩人がペロリンチョ、雪だるまで起こします。2回目のボーナスターン。オラのゾウさんは大進撃。ジニーはなんとなくハッピースーベニア。死竜はブローヒールで攻撃。雪だるまは詩人に生命の水です。皆さんOD溜まってるみたいなんで、とりあえずこのタイミングでぶっ刺しておきます。ゾウさんは回し打ちプラス、ジニーはワラスボ、死竜はブローヒール、詩人は富士落としバチ、雪だるまもブローヒールで攻撃です。回しブローローテンブロー落としバチ。ここまではまあいい感じですな。このまま押し切ることができればいいのですが、霊気連発が痛いです。ゾウさん不屈の執念でとりあえずセーフ。しかし前の3人の HP は常に微妙ですな。ゾウさんとジニーをヒーラー2人で回復。死竜は自分で回復してもらいます。ジニーが毒でペロリンチョ。さっき回復させたのは一体、うおおお。3度目のボーナスターン。ここでパーティーの立て直しを図ります。オラのゾウさん大進撃。死竜は BP 内ので殴りつけ。詩人でジニーを起こしてもらって。雪だるまは通常攻撃で、BP ためですな。なんだかんだでまた全体霊気が飛んできたらアウトな感じです。とにかく霊気を飛ばしてくるのはやめていただきたいですな。ゾウさんは次に向けて BP 溜めつつ攻撃。ジニーはワラスボ、死竜はブローヒール、詩人は骨砕きプラス、雪だるまはウォータームーンプラスです。セフセフ。この苦人しい賢いですな。ここで雪だるま狙ってくるとかむっちゃ腹立ちますやん。さてさて、ここを4名生存で乗り切ることができればといったところですな。とりあえずみんなで BP ため。セフセフ。これがラストのボーナスターン。ゾウさんは大進撃。ジニーは BP 温存で通常攻撃。死竜はブローヒールで回復しておきます。そして詩人は骨砕きプラスしちゃったんですが、ここは温存して次のターンに使うべきでした。OD 連携ぶっぱで一気に削り切れたらなと思う今日この頃。ゾウさんは回し打ちプラス、ジニーは山割りランダー、死竜はブローヒールで攻撃、詩人は通常攻撃です。回しブローランダー。という感じで最後は、美味しいところを詩人が持っていって終了。棍棒の戦力、苦人Cレベル20無事終了です。棍棒は意外とヒーラーがいるのでまだ楽かなといった感じですかね。とか言いながら結構苦戦しましたが。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、